ホリエモンチャンネル。杉浦さんは何でニュース TV やられてるんですか、はい、やられてるんですか、何で始められたんですか。あのニュース TV 自体はベクトルっていう PR 会社がありまして、そこはまあ今日本で一番の PR 会社なんですけど、そこの子会社なんですね、うん、あ、そうなんですか。もともとの PR 会社が母体なんですね。あ、で僕があの13年前ベクトルいたんですけど、まあ紆余曲折あり、まあ、サイバーエージェントとかいたり、はい、そのあと独立して自分でやってる時に、もう一回ベクトルで何か事業やんないかみたいな感じで誘っていただいて、この事業立ち上げたって感じです、会社自体は。あ、そうなんですね、はい、PR のやつなんですね。そうですね、基本的にはやっぱ記者発表会とかを1分とか1分半にして、それをターゲットだけに配信するっていう事業なんで、見たことありますか。私のターゲットじゃないから、ちょっとなんか見せてもらっていいですか。でもさっき調べて、あ、はいはい、はい、あのネットで、はい、あ、流れてはこないんですけど、はい、ネットで見させていただきました。うん、はい、ぜひ届くように。あ、でもなんかすごいですよね。あのいろんな動画出してて。そうですね、おかげさまで結構案件数はいただいてて、はい、結構この前800案件累計800、まだ立ち上げて 2年目なんですけど、800本ぐらい。800本もやったんですか。はい、はい、これはそうですね、3期さん、ね、これ超いい感じでまとまってますよね。そうなんですよね。あのコンセプトはニュースリリースで、ニュース広めたい時まず最初にやると思うんですけど、うん、それをもう動画にしようっていう感じで、うん、ニュースリリースはあのペライチ見れば何かよく分かるっていうものを動画にするっていう形ですね。いや俺すごいいいなと思って、なんか普通にこうなんか日経産業新聞見てる感じ。ああ、確かに、まあ、ニュースに紐づいてますね。なんかさ、その要はすごいメジャーなニュースっていうわけでもなくて、はいはいはい、なんかそうでもないなみたいな、歯が命アワード2017とかさはい、はい、ちょっとなんかマイナーじゃん。まあまあ確かにね、なんかそういうのがすごいこう動画でピピピって流れてるからか、なんかついつい見ちゃうんだよね。そうですね、やっぱニュースって結構取り上げられてるの結構一部だけで。そうですよね、この前数えたら、はい、1年間で記者発表会多分2万回ぐらいやられてるんですね、日本で。でニュースリリース多分20万件ぐらいあるんですよ、はいはいはい、企業からのニュース20万件、はい、あの兄弟会社 PR タイムスっていうニュースリリース一斉配信サイト。 PR タイムスもベクトル。あ、そう、グループなんです。グループなんですか、はいはい、ベクトルグループ自体はいつぐらいからやってるんですか。ベクトルはですね、1993年にできているんで、結構もう24年前。なんか俺の感覚からすると、俺会社作ったのは1996年だから、あ、意外と古くない。それより前、はい、まあ、でも、まあ、前だけど、はい、そんな前でもないかなっていう。そうですね、ぐらいからやってて。 PR の受託みたいなやってたの。そうですね、のコンサルティングみたいなのが母体がやってますね。でそこがもう記者発表が1日 4、5件どっかでやってるんですよ、ベクトルグループだけでも。ああ、そうなんですね、はいはい、はははなんで まずはそう、最初はそういう、まあ、記者発表会やったらあの情報レバレッジ一番かかるんですけど、記者発表会ってワイドショーとかテレビとかに取り上げたり新聞に出たりすると、うん、ただやっぱり1日60件ぐらい記者発表会あるんで、うん、メディアさん来ないと情報出ていかないみたいな、発表会やったらメディアさんがあんまり来なかったみたいなとか、来てもらっても記事にならないみたいな、やった意味があんまないんですよ。まあそれを動画に撮ってターゲットだけに配信すれば、これも意味出てくるし、情報のレバレッジかけながら見せたい人だけに見せれるような、めちゃくちゃいいっていうサービスがなかったんですよね。だからこれニュース TV がそのプレスリリース配信サービスみたいなもの、動画版みたいなもん、そうです、そうです、そうです。だから載ってる動画全部お金をいただいてる。なんで分散型メディアみたく、メディアじゃないんですよね。本日の居酒屋ホリエモンチャンネルはここまで。今回はニュース TV 代表取締役杉浦健太さんにお話を伺いました。ニュース TV は企業のニュースを1分程度の動画で配信する動画リリース配信サービスを行っています。マーケティング業界に旋風を巻き起こすメディア、ニュース TV。 いち早く情報をゲットしたい方は要チェックです。また今回ご協力いただいた7代目松五郎は近江牛をメインにしたホリエモン絶賛のすき焼きが食べれます。
夏季限定の塩すき鍋はホリエモンチャンネル視聴者限定、10月末まで召し上がれます。ぜひ予約の電話をお願いします。さて次回はどんなお話が聞けるのでしょうか。お楽しみに。メルマガ登録はこちら。チャンネル登録もよろしくね。内容を読み上げたページが